もこもこの羊の毛に園児たちは興味津々でした。仙台市内の幼稚園で羊の毛刈り体験が行われ、園児たちが夏の衣替えのお手伝いしました。羊の毛刈りに挑戦したのは太白区の向山子ども園の園児たちです。今日は園で飼っているメスのサニー7歳とメイメイ14歳の衣替えをお手伝い、毛刈り職人小島純子さんのお手本を見た後に年長の園児がバリカンを使ってたっぷり伸びた毛を刈り取っていきました。毛持ってみてどう？ふわふわ。また園児たちから職人の小島さんにこんな質問も。どうして毛を切るの？はい、羊さんね、今暑いでしょ、これセーター着てるのと同じ、暑くなる前に毛刈りをします。毛刈りを終え、すっきりした様子の羊に園児たちは笑顔で手を振っていました。今日刈り取った毛は水洗いしてままごと遊びなどに使うということです。